12月21日午前の取引が終了しました。日経平均株価は下落しております。昨日と比べて85円44銭安の 22,806 円28銭で午前の取引を終えました。トピックス東証株価指数も 3.02 ポイント安、 JPX 日経400も 34.50 ポイント安とそれぞれ下げて全引けとなっております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 42%、 875銘柄でした。これに対して値下がり銘柄数が約 52%、 1000飛び76銘柄、全体の過半を占めておりまして、1000銘柄を超える銘柄が値下がりしました。規模別株価指数もいずれも大下落です。大型株指数がマイナス 2.6、 中型株指数マイナス 4.7、 小型株指数マイナス 1.1 という状況です。小型株の下げが比較的小さめと、相対的に小さめということで、底堅さも感じさせる内容ではありましたが、全体的に下げたという状況であります。商いは低調でした。全引けでの売買高は6億8700万株余り、売買代金は1兆飛び989億円、1兆円をやや超えた水準にとどまっておりまして、積極的な売買は手控えられたという印象であります。今日は寄り付きから売り注文が全体的に優勢でした。昨日の欧米株式相場が下落、アメリカでもニューヨークダウなどが揃って続落したという流れが逆風となりまして、全体的に売り注文が先行して始まりました。その後日経平均徐々に下げ幅広げる展開となりまして、一番安いところ午前9時54分10時前の段階では昨日と比べますと160円余りに下げ幅を広げる場面もありました。ただその後は値頃間からの買い戻し、押し目買いなども入りまして、全引けにかけてはやや下げしぶりまして、結局85円安という2桁の下落で終わったという前場であります。日銀の ETF 買いに対する警戒感といいますか、期待感なども下支え要因になったという見方も出ております。為替相場は1ドル113円台前半と、昨日に比べて円安に触れたことも全体的な下値拾いの動きにつながったという見方もできるかと思います。輸出関連株、自動車などの輸出関連株などには底堅く推移する銘柄、あるいは上昇する銘柄もそこそこあったということでありまして、全体の下げは小幅にとどまったというのが前場の動きです。こういった中で、アメリカで、金利が上昇してきているということに警戒感がやや高まっている状況、これが一つ為替の円安ドル高の要因でもありますが、今日は東京市場でも不動産株などが軟調でした。中核の一つであります三井不動産8801は結局全引け段階で 1% を超える下落となりました。もともと海外投資家が多く保有している銘柄ということもありまして、海外勢クリスマス休暇がいよいよ近づいてきたということで、積極的な買いを手控える中で全体的に売りに押されたという前場の動きであります。逆に上昇した銘柄といたしましては、個別の銘柄で月島機械6332が結局全引けで 15% を超す急騰となりました。東証一部上昇率ランキングでも個別で1位とトップとなっておりました。こちらは今日の日経新聞朝刊が2019年3月期、来期の連結営業利益が今期予想比7割増となりそうだという報道を行っておりまして、手がかり材料になりました。以上、今日全引けの模様東証アローズからお伝えしました。